原子力にも匹敵するエネルギー蓄積物質メルカロイ X30kg が東都工業大学大谷研究室から原石山という謎の地名を残し何者かに奪い去られた。そのメルカロイ X の発明者である大谷教授が帰省先の会津若松で拉致され、大門軍団は福島に飛んだ。大門軍団の相手は世界的な死の商人、ゲーム商会にメルカロイ X を売り渡そうとする組織であった。雪の猪苗代で組織の戦闘部隊と激突した大門軍団であったが、教授奪還どころか本拠地の所在すらつかめなかった。雪の山岳地帯に消えた組織を追う大門軍団、西部警察パート3、白銀に消えた超合金 X、 どうぞご期待ください。